今はセブンイレブンとかでね、台湾の衛生福利部っていうところ、日本でいうところの何保健部みたいな、保健部じゃない、日本って何、厚生労働省か、日本の厚生労働省みたいなところがこの N95 マスクってのを販売してます。で3枚で24元、まあちょっとお高いんですけど、でもまあ健康のためなら絶対みんな買ってくださいって感じで、あのセブンイレブンのねところに売ってるので、この普通のねこれじゃね意味がないって、これは家とかではいいけど外ではこの緑のやつをつけろっていうことで、台湾の厚生労働省からの感じです。いやさっきの人もマスクを買いに来ててね、もうみんなマスクしてる感じです。それでは台湾からでした。バイバイ。